ちょっとちょこちょこ物を買ってるんで、まあ、さっと紹介したいと思います。まずこちら。ネルデザインワークスさんのブランケットです。これめちゃくちゃ欲しいなと思ってて、ネットで買えなくて、キャンプラボさんにのインスタで売ってるのを見て、ラスト1枚なんとかゲットできました。はい。そしてネルデザインワークスさんのお皿、これもキャンプラボさんで買いました。あと、キャンプラボさんで買ったのはこれかな。この、ライトを吊るせる、シェードっていうのかな。借りました。あと、オールドマウンテンさんの、お皿。こちらも買いました。真ん中に、文字が入ってますね。1回で買ったわけじゃないんですけど、今月と先月で買いました。あとこれも買いました。三脚みたいにですね、この上のやつは前から持ってたんで、それ使いたいと思います。あと、こちらの、シェラカップ入れも、足元さんのやつを買いました。リアルツリーの方のやつですね。こんな感じです。あと、キャンプラボさんでかは買ってないんですけど、これはネットの方で、足もクラフトさんのネット販売で、シェラカップ30と60、2つ買いました。あと、ステッカー類いろいろ買いました。足もさん、こちらも足もクラフトさんです。こちらも足もさんです。じゃあ、オールドマウンテンとネルデザインさんのです。あと、もともとこのクーラーボックスじゃねえや、持ってたんですけど、キャプテンスタックのジャグに貼るオールドマウンテンさんのステッカーも買って、もう貼っています。このステッカーすごい、なんか触り心地いいです。あとはアマゾンプライムデーで買った帽子、ノースフェイスの帽子を買いました。結構安く8000ちょっとぐらいになってましたね。定価1万ちょっとのやつが。あと、この中のゴールゼロは娘がプレゼントしてくれました。ゼロ D で買ったって言ってましたね。はい。意外とっていうか、やっぱり実店舗、キャンプラボさん本当同等っていうか、十勝にできてくれてすごい助かります。まあ、この辺のガレージブランドのものもネットではほとんど売り切れなので、まあ実物見れて、まあ買えるっていうのもすごい助かりますね。助かってます。これも結構10月かな、10月か11月に買ったんですけど、 1&F スペースさんの IGT 用、なんかテーブルに
はめるやつですね。S サイズと、何サイズなんだろう。まあ、ちょっと大きめのやつです。これ、ラーテルワークスのテーブルにはめようと思ってたんですけど、12月に再販すると思ってたけど、ちょっと1月になったみたいで、まだはめせていません。あと、こちら、フィールドアの、そのテーブル入れようと思って、袋も買いました。なんか、もう割とぴったりみたいなこと、何かに書いてありましたね。はい。これと、これはめちゃくちゃ楽しみです。何だったかな、スノーピークのフラットバーナーもはめれるんですけど、そのラーテルワークスさんのテーブルに。まあ、だけど僕フラットバーナーは持ってないのと、まあ、今のところそこまで、ちょっとタフマルさんが気に入ってるんで、まあこのテーブルだけで楽しみたいと思います。あと枕の時に言ってた、ワックさんの買いました。10センチのマットと、こちらはワイドコットです。これもいつ試せるかな。ちょっと年内はもうキャンプ行かないし、年明けもちょっと行けるか分かんないんで、春先になっちゃうかもしれないんですけど、まあちょっと暇だったらその前に家の中で広げてレビューしたいと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。とりあえず、まあ、11月、12月、まあ、さっと買ったもののご紹介でした。それではまた。